もうその中で裏切りサポーターさんと知り合った、うん、で挨拶しようとしたら、知ってますよ、裏切りチャンネル見てますからって言われたんで、涼しでみたいな感じで、ちょっとそれは助けに行かねえわけにはいかねえか、そう言われると、ちょっと衝撃的なひどさですね。え、ちょっと待って、はい、じゃあそのレッズサポの方はもう家はないの？いや、だからその差額の手数料は、あの、要が負担します。結構に、20、え？うらぎチャンネル。はい、スタートしました。うらぎチャンネルです。今回は、こちら、うらレッズサポーターさんが、能登半島地震でとても困っていることを伝えたいということで、出演者の紹介、今回ゲストはツンさんです。はい、お久しぶりです。ちょんまげ大です。よろしくお願いします。はい、何回目のご登場ですかね。いや、ミデさんのやつとか合わせたら結構だよな。あ、はい。最近です、ユージさん、あの、NHK に出たという噂を聞いて、どういうことでしたっけ。俺たち3人で出たじゃん。NHK のおはよう日本のあのワールドカップ招待でお金が足んないって時に皆さんが動画作ってくれて、あの動画が NHK のおはよう日本で全国に流れたからね、3人が。あの、かなでが柴犬で NHK デビューしたっていうね。よく NHK あの映像使ったなと思って。あれでも何の解説もないからさ、なんでこの人犬と喋ったんだろうと思ったろうね、多くの視聴者は。そう、裏木チャンネルが NHK のおはよう日本に出るのすごいよ。はい、そんな感じなんですけど、今日あの皆さんにお伝えしたいことがたくさんあるということなんですけど、一番お伝えしたいことをまず最初に一言いただいてもいいですか。今能登半島がもう発災から3週間以上だってとても大変なので、ぜひサポーターの皆さん力を貸してください。はい、ちょっと具体的にいきたいと思うんですけども、今回この能登半島地震でとても困っている方はもちろんたくさんいらっしゃると思うんですけども、その中でウラリツサポーターさんと知り合ったということなんですけども、なんで知り合ってきっかけを教えていただいていいですか、つんさん。僕も能登半島に3回炊き出しに行ってるんですけども、まあ、3週間経ってもあの公的なそのおにぎりとかお弁当の食の提供がないので、ボランティア の, その炊き出しに頼るところがあって炊き出しをしてて、そしたらその現地に入っているボランティア団体から、つんさんサッカー詳しいですよねって話になって、その珠洲市っていう、まあ、津波があって大変な地域にサッカークラブがあって、そこのスポーツ少年団の方がつんさんにと話したいっていう話になって、あ、じゃあぜひぜひみたいな話になって、あのちょんまげ大と申しますって挨拶しようとしたら、知ってますよ、裏木チャンネル見てますからって言われたんで、珠洲市でみたいな感じで、はい、まあそれで出会いました。なんでその人は裏木チャンネル見せたの、珠洲市で。なんか6年前まで埼玉に住んでて、レッズすごい見てて、で6年前に珠洲市の、地域おこし協力隊みたいので移住して、もうこちらの能登町の方でお仕事をなさってて、でそれで珠洲市の隣が能登町なんですけど、それ住まいと仕事場があって、でまあすごい最北端なんですよ、日本海側の、この能登半島の先っぽなんですよ、珠洲市とか能登町って。なのでもうあのコロナもあって全然最下に行けてないんですけど、唯一の楽しみが裏切りチャンネルっつうな。そんなことあんだなと思って。いや、じゃあかなり間違った裏情報が入ってた。間違っちゃった、ね、だいぶバイアスがかかってた。バイアスがかかった情報ならその人は言ってて、でその裏切りチャンネルって言うと、俺そんなに毎週レギュラーじゃなくて、それで俺を知ってるってことは相当見てるな、この人ってことで。ちょっとそれは助けに行かねえわけにはいかねえか。そう言われると。ねえ、先にその中でちょっと私たちは、ユージさんどうですか、現状、もちろんニュースとかで見てますけど、どういうような現状だとなんか認識してますか、うん、東北や熊本と比べてもひどいんでしょ、今。っていうのがちょっとなかなか伝わりにくい部分もまだまだあるかなと思うんで、実際、ツンさんどうですか、何回行かれたんでしたっけ、3回でしたっけ。3回ですね。で、今回の、あの裏サポーターさんが、いたところだと思うんですけど、どのあたりが困ったんですかね。まず3週間経ってもうまだ断水なんですよ。だからトイレが一番困ります。トイレを本当何回も僕漏らしそうになってますからね。あのトイレを見つけるのが大変だし、それから普通家が壊れて気の身気のままお財布もなく避難所に入った人には、だいたい発災から1週間後ぐらいでおにぎりとかお弁当の公的な食の提供があるんですけど、今現在それがないということ、ちょっと衝撃的なひどさですね。え、はい、ちょっと待って、じゃあそのレッズサポの方はもう家はないの？その人はもう家傾いたから家に入れない、
ので、どうしてるかって言って、で避難所に行ったんですけど、避難所は今言ったように本当に13年前の東北の震災みたいに床に布団を敷いたりご飯も出なかったし水も出ないので、まあ劣悪な環境なので、たまたまその知り合いのお家が壊れてないお家の一部屋に家族全員でギュッと暮らしてらっしゃるっておっしゃってました。だからお風呂とかも入れてないって言ってました、まだまだ断水ももちろんガスもって感じなんですよね。なんか断水はもう半年とか1年続くっていう噂ですよ。どうすんのそれ。だから国は突然二次避難という言葉を使って、どん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 その地域外に出して、今出してで今日かなんかその地域外に行くってみんなすごいストレスなの、田舎の方だから。でもそれでもどこ行くか告げられないバスに乗せられて行って、でそこで出た弁当が今日ツイッターで炎上してたね。すんごい質素な弁当で、おにぎりに3つシューマイがあって、焼きそばがちょろっと何本か入ってるだけの弁当で、衝撃的。なんかこんな楽しそうなシーズンが始まりそうなのに、サッカーどころじゃないね。じゃあレッズ応援どころじゃないね。いやそんな、うん、大変ね。裏木ちゃんで見ていただいてて、レッズサポーターで埼玉県出身だよね、はい、なんかでしかも息子さんがサッカーやってるんでしょ。そうで、そのサッカー少年団に何かできないか、それで私たちがなんかお手伝いできることってなんかあるんですか。はい、僕らは2011年から被災地の子たちをそこから出すっていう活動をしてます。やっぱそこにいると避難所ってすごく声も出しちゃいけないし、飛び跳ねちゃいけないし、うるさくしちゃいけないんで、みんな我慢してるので、はい、でそこからスタジアムに招待っていうのをずっとやってて、で今回もそれちょうど2月の18日に津営園金沢の新スタジアムがオープンなんで、そこに招待したら喜んでもらえますかって、いやそれは嬉しいですよっていう話になって、でもやっぱりそれは自分たちでお金を調達しなきゃいけないので、今ワールドカップ招待のように募金を皆さんにお願いしてて、まあまあそこそこ集まってるんですけど、あともうちょっと足りないっていうところあります。ちなみにどんぐらいまた貯めようとしてんの。ちょっと先にさ、ちなみになんですけども、はい、今までツンさんいろんな同じようなスタジアムに被災地の子供の方を、はい、招待されてるじゃないですか、はい、どういうような反応があるものなんですか。反応があるんでしょうか。やっぱりその我慢してる子供たちをスタジアムに連れて、でそこのコールリーダーとかにお願いしてちゃんと教えてもらったりして、みんなで歌って飛び跳ねて、でそういう時大体応援するチームが勝つんだよね。それこう入ったって言ったらもうすごい楽しそうなのね。でもちろんサッカーに興味ない子じゃなくて、ある程度そのスポーツ少年団だったりサッカーチームだったりを招待するから、それはもう抑圧された環境から解放なので、すごい喜んでもらえて、で一番喜んでもらうのは、そこはちょっと残念だから、サッカー終わった後にもうファーストフードとか連れてって好きなもの注文しろって言うと、もうみんなそういう過疎地とか田舎なのですごいテンションが上がる。だから今回はそのスタジアム招待、それからファーストフードで何でも好きなもの食べさせると、そしてお風呂が入れてないから、最後はみんなを大きな健康ランド的な温泉に連れてお風呂入っていいよっていうのがとっても素敵かなと思って。でもやっぱお金がかかるので、またお金がかかるとなると、この裏木チャンネルに無視する。つんさんでもね、そういうスタジアム被災地の方はスタジアムに招待する、ある意味スペシャリストというか、そうですね、多分日本で一番やっていると。でその究極がワールドカップに3大会連続被災地の子を招待するにつながってるので、あの時も本当にありがとうございます、協力していただいて。前結局は NHK さんのおかげでしたけどね。そうそう、 NHK さんでねバズってお金集まるの、はい、一気に集まったからね、はい、この犬の映像でよくお金集まったな。いや本当になんかね恐縮です、はい、で実際あと どのぐらいもちろん あればたくさんあった方がいいと思います。その珠洲市のサッカー少年団と隣の能登町のサッカー少年団がだいたい40人ぐらいでいてて、まあ40人ぐらいがまあたかだか知れてるかなぐらい思ったら、ミーティングするとよかったらお風呂とか入れないし兄弟もいいですか、いいでしょう兄弟も、もしよかったら親もいいですか、いいでしょうって なるわけですよ。そうするとマックスで、まあ、全員来ないと思うけど来たら100人ぐらい、100人ぐらいで
用意したいのは、子供たちがスタジアムに来た時のスタグル代、まあ、1人1000円ぐらいかな、それから観戦チケット代、これもやっぱり自分たちで買うから、その地域の子を招待できるので、決して津江県金沢に無心することなく、自分たちでお金を、スタジアムチケット代1000円ぐらいだし、それから夕食代が1000円、それからお風呂代が1000円、1人4000円で100人で40万ぐらい。で、あとバス代が高いの、今。いくらぐらいだと思います、バス、丸1日借りると。どうでしょう、大型バス55人乗り、15万ぐらい、いやーそれね、18万ぐらいってのが11年前の相場なんだけど、今30万超えます。30万なんですか。はい、2つ理由があって、燃油が上がってるのっていうのと、あの今インバウンドで大型バスとかもう需要がすごくあって、運転手が足りないぐらいな感じなんで、うん、しかもその朝6時に珠洲市を出て、帰るのは夜の11時ぐらいなのね、全部やる。そうすると、運転手を2人つけなきゃいけないから、30万ぐらいかかるって言われて、もう見積もり取ったんだけど。うん、なので、70万ぐらいは必要で、で、今、僕が3900円募金を Facebook でみんなから頼む、クラウドファンディングに2割取られるのもったいないから、PayPay で俺に送金してって言ったら、今ね、100口ぐらいまで来てるんですよ。なので40万ぐらい集まってて、で、あと多分、キャプテン翼の南葛 SC さんが多分、支援してくれると思うので、まあ、50万ぐらいとなると、あと20万、20万、なんとかしたいなと思って。うん、私たち、どうしましょう、ゆじさん、方法として。じゃあ、やっぱこの動画の視聴者の皆さんのスーパーサンクスなりを。こちらの、あれですね、コメント欄につけて。はい、あ、まあ、そういうのがあるんですか、スーパーサンクスって何ですか、はい、なんだろう、スパチャみたいなもんだよね。そうですね、スパチャのーー投げ銭みたいなやつですか。そう、まあ投げ銭だね。はい、これ問題点があって、スーパーサンクス、スーパーチャなんですけども、うん、Google 先生に手数料が取られてしまうんですよね。はい、だから表示金額 と我々に入る金額がかなり差があるんですよね。あ、そうなんだ。で、やっぱりクラウドファンディングみたいに、僕がクラウドファンディング使わないのも、やっぱり2割取れると尺じゃないですか。70万で2割って言ったら14万あれば、その分もうあと14人ぐらい連れていける、28人ぐらい連れていけるからと思うから使ってないんだけど、やっぱり2割ぐらい取られるの。いや、4割ぐらい持ってかれます。そうですね。そんな持ってるの、グーグル。はい。まあ、正確に言うと、グーグルが2割から3割で、もしアプリ経由、例えば iPhone のアプリですと、Apple が、Apple税みたいなのがかかりまして、そこが2割なんで、まあ、下手したら5割とか6割とか取られてしまうかもしれない。で、いくらその。その投げた金額がそのままアイドルとかに行くわけじゃないんだ。ないんです。大体1000円だったら500円、600円とか500円になっちゃいますね。だこれで問題なのが、やっぱその、いくら寄付されたかって出るから、はい、その金額と差分が出ちゃうと、はいはい、裏木チャンネルでこう懐入れてんじゃねえかみたいなことを言われると悲しいので、はい、そういうの言われる、俺もよく言われる、被災して金儲けしてるから言われるから、じゃあお前やれよみたいな感じあるもん。いや、だからその差額の手数料は、要が負担します。要が負担します。要が負担します。結構に、20、え？それすごい気分じゃない。だって5万集まったら2万5000取られて、要2万5000も給料もらってないでしょ。いや、大丈夫です。甘いものをこの1年はあと食わないから大丈夫です。俺の、まあ、けどね、まあなんか困ってると言われると。いや、まあしょうがないだろ、これはもう、ね、視聴者さんが困ってるっつって。俺、ね、俺そんな懐広くないよ。3年負担するっつったら、いや、無理だよって思うけど、さすがだね、裏木チャンネル。いやいやいや、まあまあ。いや、これで、まあ、被災地の子供が、そうですね、被災地の、まあ、浦和サポーターが元気になり、はい、浦和サポーターの家族、はい、その今もう家が壊れて避難している方もちゃんと手厚くご招待しますので、そうだから、はい、浦和サポーが助かり、要が糖尿病から遠のくんだから、こんないいことないですよ。じゃあさ、やっぱり要がお金出して何も言わねえのか、要UG はさ、やっぱ体で払うしかないから UG 来てほしいね。いや、行きますよ。いいですね。マジで、はい、私、犬だからちょっといけないんですよね。体、ユージさん、体で。UG に能登半島来てくれんの？いや、行きますよ。素晴らしい。じゃあ、UG からそのお金を持ってきて、子供たちに、その最後の一応盛り上がるファーストフード代、いいよ、好きなの食えってやってくれる。じゃあ、そう、ぜひ。いや、いくら集まるか分かんないよ、さて、そんなこと言ってっけど。いや、200円とかしか集まんなかったらどうすんの？まあ、そういうこともあるだろう。いや、そんなことないよ。浦和サポーターの力をお前信じてないのか、お前。はい。なんかね、ちょっと不安になってきましたが。
はい、頑張る皆さんぜひ、ね、どうなんかやったことがないからねこういうこと。俺だけが今笑顔になってて2人のテンションがめちゃくちゃ下がってんだけど大丈夫いや大丈夫です。ちょっと不安になってきましたよねなんか、まあ、けどあの頑張る、ね、足りない部分あればもう。君ら意外にいい人だよね、邪悪に見えて。なんだそのいつも邪悪キャラを押し付けるよね、俺たち。まあまあまあ、しょうがない。まあ否定できないけど。まあまあ、はい、しょうがない。それは否定はできない。しょうがないね、本当に。はい、じゃあ最後に一言いいっすか、もう。はい、じゃあちょっと先に言うと、先、あの、もし、こちらに、うん、もしよろしければ、スーパーサンクスというのが、このコメント欄のところにありますんで、はい、よければ、やっていただければ、うん、手数料分は裏切る。が負担して、で、ユージさんはそれを持っていくということで、はい、ぜひ目指せ。すごい、すごい。じゃあ最後に一言ですかね。じゃあ、ユージさんどうぞ、フリーで。いや、じゃあ行きますよ。ツンさんと一緒に、能登半島、能登半島被災地支援に。はい。はい、2月の16日に夜に出て、2月の17日に能登半島で炊き出しをします。そして2月の18日は子供たちを、津江県金沢のこけら落とし新スタジアムに招待して、スタジアム観戦、それからご飯、そしてお風呂、みんなの力でぜひ、実現させたいです。ぜひ力を貸してください。はい、しょうがない、浦和サポが困ってるっつんだったらね。ぜひ。いいな、はい、ありがとうございます。2月18日、ゆうじさん。オフ。ちょっと待って、17日の炊き出しもあんの？それ聞いてなかったんだけど。で、しかも17日の炊き出し行くと、あのゼロックススーパーカップ見れないよ、かぶってるから。まあしゃあない。行きます。はい、それも。じゃあ1泊2日。はい。はい。2泊3日です。あ、2泊3日。はい。はい。じゃあ行ってきます。はい。じゃあぜひ。トイレとかないよ。はい、おお、トイレないんですか？厳しそうだな。どうすんですか？これ。いや、まあでも俺、東北 CM 何回か行ったから。あの、携帯用トイレとか持ってった方がいいってことですか？いや、もう、なんかサービスエリアとかあるところでも、本当に必ずトイレって、もうないときはもう本当なくてもう困る。コンビニとか行くじゃない。みんなトイレ困ったらコンビニ行くと必ず張り紙って、断水につきトイレは使用不可って書いた。どこのコンビニも。そんな条件トイレがあるのは、申し訳ないけど、避難所まで行って、避難所の外にある、あの、電話ボックスみたいなトイレあるじゃないですか、仮設の。あそこをお借りするしかない。結構混んでるんじゃないですか、そこも。いや、そんなにもう全然混んでない。ちなみに、あの、道の、この間の 2B でも言いましたけど、道も今はもう渋滞がないし、ガソリンスタンドももう並んでないですし、逆にもう人に会わないですね。もう、後で動画を見ていただければわかるんですけど、人に会わないぐらい、道も空いてますし、人もいない。皆さんど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 ん二次避難でいなくなってます。でも、その中で、その、避難してない人たちがいます。その二次避難できない子どもたちを招待したいし、その子どもたちはこの間までコロナでいろんなことを我慢して、やっとコロナが収まった去年、あの珠洲市で地震あったのもみんな忘れてると思うけど、地震があって痛い目見て、で今回津波でもう町が壊滅的になって、まあ大人の僕らでも心折れると思うので、そういう地域の子たちになんかサッカーで、まあ一瞬だけだから偽善だと思うんだけど、夢というか発散してもらえばなと思います。ぜひ皆さんの力を貸してください。そうだ、あれですね。ユージさん、私たちいつも悪いことばっかりしてるんで、時には。そうだな。まあ、出たことは。罪滅ぼしくらいの気持ちで、はい。こういう時こそちょっと頑張るといいかなという気がしました。はい、素晴らしい。要がついに。はい、ついに。すごいね。半額負担です。ごいよ。ありがとうございます。体を張ります。はい。ユージさんは、あの、本当に体を張ります。はい。ユージ体張る。はい。ユージ大変だな。ちなみに行くのに運転15時間だからな。おふぅ。高速使えないの途中から。わかりました。はい。はい、じゃあ、今日もつーさん、ありがとうございました。じゃあ皆さん、もしよろしければ、ご検討いただければ。下のところの、なんだ、スーパーサンクスで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。